全日本サッカーユース選手権の決勝です。石川星稜と長崎国見、高校勢のチーム同士の対戦となりました。国見にとっては連覇がかかるこの大会です。決勝の舞台は国立競技場です。解説は日本サッカー協会技術委員の田島幸三さんです。ベンチの情報とインタビューは鈴木アナウンサー、実況泉でお伝えしてまいります。田島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この大会は今年で13回目を数えますが、高校11、J リーグのユースチームが5チーム、合わせて16チームが参加します。高校とクラブが戦う日本サッカー協会公認の唯一の大会ということになります。両チームの勝ち上がりをご紹介しましょう。黄色いユニフォームの星稜高校です。北信越代表の星稜高校、1回戦名古屋グランパスユースに4対3、2回戦宮城仙台育英に4対2、準決勝北海道の室蘭大谷に4対1ということで、3試合で12得点。田島さん、この得点力際立ちますよね。本当にそうですね。非常に流れがスムーズな攻撃の展開をできますしね。今日も楽しみですね。そして対します去年の覇者国見高校です。1回戦市立船橋、2回戦四日市中央工業、ともに PK 勝ちで勝ち上がって準決勝山口多々良学園に3対0。国見高校は徐々に調子を上げてきた印象ありますが、いかがですか。そうですね。1回戦2回戦の非常に苦しい試合をしたんですけれども、やはり底力がありますね、それでは両チームのスターティングイレブンです。まずは星稜高校です。星稜高校は 3-5-2 のシステムになりますが、注目は10番の田中選手と11番の竹野選手です。10番の田中選手は1年生の時からレギュラーで注目のストライカーです。11番の竹野選手はグランパスユースとの試合でハットトリックを挙げている選手です。その他4番の辻田、13番の本間、そして本田、そして、新田選手と3人のレフティーがいるのが特徴です。リザーブは9人です。この方が監督の川崎守監督ですが、9人がベンチに入って3人交代可能というのがこの全日本ユース選手権の決勝です。国見高校のシステムも同じく 3-5-2 です。この年代で才能が注目されているのが10番の柴崎選手です。アンダー19、19歳以下の日本代表に選ばれている選手で、田島さん、はい、その代表を面倒を見ていた、はい、経験からもその柴崎選手のプレーぶりというのはどういうふうにご覧になりますか。非常に堅実ですし、技術がしっかりしてますし、攻撃守備両面にわたって活躍できる選手ですね。非常にバランスの取れた今のサッカーに必要な選手ですね。そして7番の松橋選手は記憶にある方もいらっしゃると思いますが、国見高校出身で現在大分トリニータでプレーしている松橋翔太の弟ということになります。画面捉えているのが小峰総監督です。監督は沖田良二さんです。今年は高校総体で帝京に敗れて準優勝、全日本ユースにかける思いは強くあると話す国見高校のベンチです。さあ、この全日本ユースサッカー選手権の競技方法ですけれども、試合時間は45分ハーフの90分、同点の場合は10分ハーフの延長戦、それでも決着がつかない場合は PK 戦にもつれ込むことになります。優勝チームは天皇杯に出場する権利も獲得します。1時半現在で気温32度6分、湿度 50%。 国見高校のキックオフで試合が始まりました。縦縞のユニフォーム国見高校、両チームとも 3-5-2 のシステムです。32度を超える2時に始まるゲームということもありまして、前半25分、後半25分に水分を補給するタイムも取られています。中盤の底、7番の新田レフティーです。そして左3バックの左に入る辻田、この人も左利きです。星稜高校は3バックの左、2ボランチの左、そして左のアウトサイドとレフティー3人をそれぞれポジションに布陣しています。3人いると非常に戦いやすいですし、監督としてもこう駒をボール回しやすいですね。星稜高校いいボールだ、
中央に入ってくる田中の右足のシュート、サイドネット、最初のチャンスは星稜高校。非常にボールもらう前にですね、相手のディフェンダーの裏にこう 入るタイミング良かったですね。この前の動きはですね、もう完全に国見ディフェンダーのこう背中に入りましたからね。このユース選手権4試合3試合で4それぞれ4得点を挙げている星稜高校の攻撃陣、まずは決定的なチャンスを作りました。その田中、3人に囲まれます。左にスペースが空いている、左からの攻撃、星稜高校中に1人入っているがシュートを狙ってくる、手前のタッチラインを割りました。13番は1年生の本田です。中盤でですね、田中君が非常にしっかりともボールをキープして、そこに集中させてサイドを使うという非常に理想的な攻撃を今してますね。星稜高校は最終ラインからしっかりつないでサイドから攻撃するのが特徴です。ロングボールをスペースに送り出してくるのが国見高校のサッカーの特徴。また田中の前に、中に2人入ってくる、サイドに流れてここはボールを落ち着かせます。田中、今日先発の綱田、キャプテンマークです。ワンタッチのポストプレー、左に展開します。3バックの辻田からクロスボールが入ってくる、まずはボールをつないで、ボール支配は星稜高校。しっかりとつないでますし、非常にいい判断してますね、どの選手も。3バックの中央、杉森から左の辻田、この人はレフティー。かつては広島、静岡、埼玉といった強豪がひしめくところが勝ったところがこの年代勝ったんですけれども、それを破ったのが国見高校島原商業なんですけどね、はい、そういう意味ではこの北信越のこのチームがですね、決勝まで来るっていうことは本当に全国のレベルが上がったんだなっていうのを感じますね。でましてはいいサッカーしてます、はい、長崎と石川の決勝戦ということになりました。いいディフェンスですよ。国見高校は逆に中盤からプレスをかけて奪ったら早い攻撃というのが持ち味。両チームとも左からの攻撃が目立ちます。左のスペースから抜けてきた、最後は合いません。そして田中、ここで取られないのが今日の田中。右から綱田が入れてくる、サイド上がってますよ。左から辻田が上がってくる、そのスペースを使ってくる、中に田中が近いサイドに入って、いい攻撃ですね。田中のファールにはなりましたが、左からの展開の意図も感じられますし、中央からの飛び込みも非常にチームとして戦術がしっかり浸透している、そんな印象ですね。このクロスに対する今のこの入り方もですね、本当にファールを取られたんですけど、いいタイミングで入ってますね。まず出足は星稜高校が足元でしっかりつないでサイドからの攻撃が展開されています。全日本ユースサッカー選手権の決勝戦です。連覇がかかる国見高校、初出場初優勝に向けて星稜高校です。素晴らしいコントロールですね今の。さあこの人が日本代表 U19 アンダー19の柴崎選手。ロングボールから1年生の本田が行くところですが、星稜高校はここまでのところ左左の攻撃が見られます。左のボランチに入っている新田、今日は左中盤のボランチ左に入っているのがこの左利きの新田、右に入っているのがキャプテンの金田です。この人が星稜高校の川崎守監督です。今年20年目、もう非常に熱心でですね、我々の代表チームにも本当に協力していただいてですね、頭の下がる努力をしていらっしゃる監督さんですね。今年の星稜高校は
1年生の時から使い続けているメンバーが最終学年になって、まあ、タイトルを取るとしたらこの世代だという話がありますが、この決勝戦にかける思いはありますね。そうですね、田中君あたりは本当にアンダーセブンティーンにこう選ぶ選ばないのギリギリのところでずっと見てきた選手ですけども、順調に伸びてますね。右アウトサイドの渡辺、国見高校まだトップの選手にボールが渡りません。右から個人技で打開しようというところです。国見高校は右のアウトサイドに渡辺、左のアウトサイドに兵道という選手が入ります。両アウトサイドにスピードのある選手がポジションを取っています。そしてロングボールがあります。こういうリスタートが得意ですからね。ロングのスローインが入ってくる。国見高校は準決勝まで出場していた身長188センチ、長身の平山選手が累積警告で出場停止ということで、今日はターゲットがいない中での攻撃になりますよね。まあ、どの選手も非常に身体能力が高いですし、平山選手の穴をきちっと埋めると思いますね。さあ、中央に集まる形になりました国見高校です。最初のコーナーキック、いいボールだ。近いサイドを狙っていきました。今コーナーキックを蹴ったのも柴崎選手ですけれども、右でも左でも同等のキックが蹴れるんですね。そうですね。国見高校には左利きの選手はいません。しかし兵道選手、柴崎選手、こういったあたりが左利きの選手に負けない精度の高いキックを蹴ることができます。国見のいいところはやはりディフェンス力が非常に、ディフェンダーだけではなくてね、ミッドフィルダーから非常に速いプレッシャーかけれるんですよね。そういう意味でちょっと前半星稜のそのボールの回しにこうちょっと翻弄されてたんですけれども、こうやって押し込んだ中でボールをどんどん追い込んでいい形でボールを奪えれば国見のサッカーになっていくでしょうね。今も空中に浮いたボールをワンタッチワンタッチで、攻撃の手数をかけないでゴールに向かうという、そういう特徴が見られます。これも非常にこの後のボールプレッシャーかけますからね。こういう奪い方が国見の特徴ですね。そしてこういう前線で奪ってすぐにシュートに結びつけていく。大きなサイドチェンジから国見高校です。この時間帯は国見高校逆にこういうところで田中君がしっかりとキープし、田中のポストプレーから右のスペースを使います、非常に両チームのいいところが出てる会社がここまでですね。どうですか、国見高校の3バックのフォワードに対する応対を見てですね、田中選手あるいは豊田選手にマンマークをつけてるかどうか。そうですね、きちっとしたマンツーマンでついてますけれども、破られてもいませんけれども、やはり田中君がしっかりしてるんでね、キープされてはいますね、中盤で。前半まもなく10分になろうというところです。選手が松橋ですが前を向くことができません。左に開いている綱田、いいスペースにボールが出てきた。クロスが入ってくる。後ろにこの位置に松橋、奪ったのが竹谷です。ちょっともうコントロールミスするとこうやって奪われるぐらい、それぐらいこの年代でプレッシャーの速いサッカーをやってくれてますね。いいディフェンスだ。奪うとすぐ前線を見る国見高校です。左サイド空いてますよ。左サイドの松橋には届きません。ボールを奪いに行くのが10番の柴崎。右のアウトサイドの渡辺が取りに行きますが、なかなか、しかしハーフウェイラインよりも前で取ろうという
国見高校のプレスです。しかしこういう中でしっかりこうつなごうとするね、こういう人がこの年代では大事ですよね。こう田中のポストプレー、素晴らしい。これだんだんもうしっかりと組み立てて前線に来てますからね、ボールが。この選手が柴崎、アンダー19日本代表のメンバー。ロングボールが通りました。右を使って中には松橋が入っているが、2人の選手が入ってくるが、ゴールキーパーは星稜高校田代。右からのクロスボールに大分トリニータのお兄さんの松橋翔太選手の弟の松橋が、勝る選手が入ってきました。星稜高校はこのようにつないできます。中盤の底、左に入っている新田から、いい組み立てですね。右に開いている麦田に通りません。カウンターの形の国見高校、これはミスキックになりました。さあ柴崎勝負に行くのか。柴崎、おっと、隙を狙っていきました。いい狙いですよ。わずかな隙を見逃さないシュートを狙っていきました。ここでしっかりと1対1対応してるんですけどね、この間を塗ってまずシュートっていう、こういう姿勢は非常にいいですね。国見高校はトップ下にこの柴崎、ツートップに松橋と兵道が入っている形になります。中盤の底で奪いました。スリーバックの左の辻田、前から行きます国見高校。泉さん、はい、星稜高校の川崎監督なんですけれども、攻撃面の指示、仕掛けを早くという声が出ています。今日の解説は田島幸三さんですけれども、はい、これまでしっかり足元でつないできますが、はい、仕掛けを早く、もう少しその攻撃のスピードを上げろということでしょうか。そうですね。ただ前半の最初にこう 2,3 本サイドからいい攻撃できたんですけどね、このところちょっとサイドを崩せなくなってきてますから、そういう意味ではこの裏を狙えということだと思うんですよね。サイドの先ほどシュート1本打った柴崎、国見高校今日先発の綱田、左からクロスが入ってくる、ゴールラインを割っています。上げるタイミングが悪くないですよね。両チームとも両サイドから崩そうという意図は感じられます。星稜高校は11年ぶり2回目の全日本ユース選手権です。国見高校は3年連続8回目の全日本ユース選手権の決勝です。豊田から左のスペースを田中を走らせますが、悪くないですよ今の。国見高校は奪うと縦のスペースをついてきます。スリーバックの中央の杉森から奪った国見、柴崎が入ってくる、これは2人で応対取りました。非常に落ち着いてつないできますね星稜。中盤のそこからしてますよ。左利きの新田、右に開いている麦田からのワンタッチのボールは届きません。
逆に前線にスピードが出スペースが出てきました。高校3バックの左の辻田が上がってくる。長いロングボールで田中、後ろから竹野谷、左足のシュートが入ってくる。今度は松橋、スピードのある松橋、柴崎のドリブル、園田からの右のスペース、クロスが入ってきた。松橋の向こう、綱田が入ってきますが、ゴールラインを割っています。国見らしい攻撃ですね。国見高校は7番の松橋、そして9番の兵藤が2トップですが、本当にコントロールしてもう一度こうクロスを狙おうという考えだったんですけどね、ちょっと体勢崩れてしまいましたね。非常にいいアイデアですよ。国見高校はスペースを突こうというその意図は非常に徹底されてますよね。そうですね、ちょっとあの前に蹴りすぎるというような批判もあったりするんですけども、きちっと裏に狙っている選手をめがけて蹴ってますからね。そういう意味では相手によって非常に嫌な攻撃ではあると思いますね。それに見合う技術と体力持ってますからね。星稜高校は1人選手がピッチの外に出て治療しています。1人少ない星稜高校、逆にこういう風な形で取られてしまうと逆に国見自分たちにとっては良くないんですよね、大きく蹴ることは。さあ田中です、倒されてホイッスル、星稜ボールのフリーキックです。早いリスタートから非常に両チームともこうアラートでこう集中した状態ですよね、何が起こっても対処できるように攻撃もディフェンスもしてますからね。ディフェンス3バックの右に入っている森がピッチの外で治療しています。1人少ない星稜高校、10番は田中、さあ間もなく前半20分になろうというところですけれども、鹿島さん、ここまでの展開、はい、両チームともそのチームの特徴は出てると思いますが、そうですね、自分たちのいいところを出して非常に質の高い、この年代では質の高い試合をしていると思いますね。まだ一人少ない星稜高校です。泉さん、はい、その外に出ている星稜高校の森選手なんですが、左足のですねつま先のあたりちょっとテーピングをして、そして何かクリームのようなものを塗っているように見えますね。3バックの右に入っている森ですけれども、そこのところにはひとり選手がちゃんと入っています。後ろから行ってますからね、ファウルですね。さあ田中、今日トップ下に入っている11番の竹谷が3バックの右に入っています。そして前線から気持ちの感じられるプレスが見られました、国見、まあ、こういうプレッシャーというのは非常にね、もうキーパーにとって嫌ですしね、こういう気持ちがこうベースにないとやはり試合にはならないですよね。このやはり決勝戦という中でやはり両チームともいい気持ちで入ってくれてますね。そして星稜高校3番3バックの右に入っている森が今ピッチの中に入りました。これが森です、ね、奪った国見、松橋がこの位置、
ツートップの一人、今日兵道、二人に囲まれます。テクニックあります。抜けた。マイナスのパスは出すことができません。コーナーキックに変わります。国見高校です。これが2本目のコーナーキックです。身長のある15番、181センチの牧、3バックの左に入っている浜本が上がっていきました。蹴るのは兵道、近いサイド、もう一度コーナーキックに変わります。嫌なとこ嫌なとこ蹴ってきますよね。かなりこのリスタートは練習してますし、キッカーの精度が高いですからね、国見高校。今度はゴール正面、キーパーが笛は鳴っていません。プレーは流れています。1年生の本田、落ち着いてますね。あっと、1人選手が倒れていますので外にボールを出しました。ゴールキーパーよく出てきますね、田代君。こぼれ球に対する反応です、はい、もう出ると決めたらあれぐらいいかないとですね、かえり中途半端なポジションになってしまいますね。全日本ユースサッカー選手権の決勝戦です。高校勢のチーム同士の対戦になりました。国見高校は連覇がかかるこの大会です。中盤からつないでくる星稜高校、右の森からロングボール、左のスペース、田中が入ってきますが、田中君の良さを生かそうと思うと、ああいうボールはやっぱりグラウンダーで入れたいところでしょうね。右から麦田がワンタッチでワンツーをもらって右のスペースへというプレーですけれども、なかなか右のスペースを崩すことができません。そしてここで水分を補給する時間が取られます。1時半現在で32度を超える気温です。割とカラッとした爽やかな感じではありますけど、やっぱり、日向は暑いですからね。また高校生にとっては45分ハーフを戦うというのも、選手権は40分ですから、はい、この5分の重みもありますよね。そうですね。ただもう世界的にはこの年代では45分でやってますから、そういう意味ではいいチャンスだと思いますね。経験積んだ方がいいと思いますね、この45分を。前半の水分を補給するタイム、いわゆる飲水タイムが取られまして、監督の指示もこの段階で伝えられますので、星稜
非常にいい。気があっちょっとオフサイドになってしまう。決勝戦です。松橋。前にスペースがある。使ってくる右のアウトサイドの渡辺、渡辺がクロスボールを上げてくる、ヘディングシュートを決まった。兵道のヘディングシュートが決まりました。国見高校1点先制。前半29分、もう徹底したサイド攻撃仕掛けてきましたからね。特に右サイドから何本もクロスが入ってましたから、いいシュートでしたね。ヘディングシュートうまかったですね。落ち着いて右のアウトサイドのスペースを使って、このクロスボールの精度は高いものがありました。非常にいいクロスでしたね。そしてここでフリーになってヘディングシュートです。さあ今度は星稜がチャンスになる。今シュート打ちましたね、田中君。多分クロスというよりは自分でシュート打ったんですけどね、ちょっと外れてしまいましたね。でも思い切っていい狙いですよ。ボールの支配は星稜高校でしたが、前半29分に国見高校が1点先制しました。星稜高校1点リードされて、これ手前からのタッチラインからのスローインになりますが、先ほどご覧いただいたように速くて低いスローインが入ってきます。ゴール正面、ゴールキーパーの手前に入ってきたのは田中ですが、ゴールキーパーの関がキャッチしています。この関という選手は4月から前橋育英から転入してきた選手です。2年生ですけれども、ね、非常に身長それほど高いわけじゃないですけども、キャッチングとかしっかりしてますね。国見高校は去年までは徳重という、ゴールキーパーにスタープレイヤーがいましたので、その高校を卒業した後は浦和レッズに入ることになりましたが、徳重がいない分、逆にチームの全員で戦っていく、そういうチームになったんだという話はしていました。先制点はこの9番の兵道。これは先ほどの得点シーンですが、いい形で右に流れてクロスに対して近いサイドには松橋がいて、遠いサイドにも選手がいて、はい、ゴール中央に人数がかけてありましたよ ね、 そうですね。もう徹底したサイド攻撃やってましたからね、
今大会2ゴール目ということになります。兵道また左からクロスが入ってくる。足元に落ち着いた松橋、もう一度クロスが入ってきてヘディングでクリア。クリミにファウルがありました。徹底してサイド崩してきますね。星稜は3バック、中央に杉森、右に森、左に辻田、まあ、ゾーンで守っていますから、はい、その両サイドのスペースをしっかりとついてくる国見の攻撃です。あのこういう中盤であのセンターを突かれるんですよ、一度。そうするとこうディフェンス固まって、それでサイドが空いてきますから、本当にうまくこういうサイドチェンジも入れながらサイドを崩してますね。逆にあのあっといいところで奪った、こういうディフェンスですね。非常に速いですよ、ディフェンスに入るのが。ここで奪うとチャンスになります。逆に星稜チャンス、この辺りは落ち着きません。スピードのある松橋、まだまだ国見ボールに変わります。逆に泉さん、星稜ベンチなんですけれども、ディフェンス面に関してはですね、その先ほど1失点の後、まあ、ゾーンで守るんですが、その状況状況で誰を見なければいけないのかをしっかり考えなさいという指示を出しています。左のサイドのスペースをついてくるのがこの7番の松橋。クロスを上げて中央にいるのは兵道。こぼれたところに柴崎の左足、うん、非常に国見らしいいいディフェンスからサイドを使う、そのこぼれ球をシュートでつなげる、今国見ペースですね。今リポートにもありましたが、そのマークをする選手を誰が見るのか、そのあたりの混乱というのは星稜高校のディフェンスにあるでしょうか。そうですね、まあ、あのサイドからの攻撃に対してのディフェンスやっぱ難しいんですよね。これワールドカップでも一番、あの得点が多いパターンですから、そういう意味ではそのマークのズレとかそういうゾーンとかいう問題よりは、あ、まあ、あの攻撃がしっかりしているというふうに考えた方がいいと思いますけどね。先ほど累積警告、出場停止2年生の平山が映りましたが、その国見高校はその代わりに2トップの一角に入っている兵道がヘディングシュートを決めて1点先制しています。さあ左サイド辻田からのクロスボール、田中しっかりマークがついています。国見自由にさせてもらえません。その通りですね、あの中盤でも田中君にボールが入らなくなってきてますよね。この辺さすがですよね、国見のディフェンスの、もう相手 の、 そのキーとなるところをきっちり潰していくという、そういうのが、あの意図として分かりますね。3バックの左辻田、前線の豊田に渡りません。この豊田が身長185センチ、ポストプレーが持ち味の選手ですが、なかなかそのシーンは見られません。前半35分経過、1対0国見リード。中央の豊田に渡らない、こぼれたところに右のアウトサイドの麦田、2人が応対、スピードで抜けてくる。しかしこの辺りのカバーリングも見事、国見。そして左の縦のスペースに松橋が走っていきます。森ハリ3バックの中央、リベロの位置に入っている成瀬の好判断。ボールを回して左から展開しようという星稜です。左の辻田、田中が下がってもらおうとしましたが、前線の豊田、ボランチの金田にボールが流れます。右に開いているのは麦田、その麦田には2人が応対。金田から出しどころがないか、もう一度麦田、前のスペースはありません。一回あの金田に下がった時にですね、金田君に下がった時にあのトップの選手が覗いてくれればよかったんですけどね。さあ1年生の本田が仕掛けていきますが、クリアされます。星稜高校、前半残り10分を切って1点先制されて、まあ、点を取ろうというこの残り10分です。逆にこのようにボールを支配して攻めにかかると、国見高校にもカウンターがありますから。さあ中盤の底の新田、この辺はレフティーの選手が揃っている星稜です。辻田から精度の高いボールは送られない。中央、さあ田中が持った、あ、田中の足元につかないです。
つきません。前半29分に右のアウトサイドのスペースを使って国見高校がクロスボールを上げてヘディングシュートを9番の兵道が決めて1点先制しています。竹谷、先制点の兵道、兵道に対するマークは1人だけ。兵道が仕掛ける、仕掛ける、トップ下の竹谷、右のアウトサイドの3バックの、あーっとここでミスになりました。柴崎が取った、柴崎から松橋にボールが出て、松橋倒されて笛はない、ない笛はありません。本当この時間帯になってきて、こうプレッシャーに対してちょっと西洋選手が本来のこの技術を発揮できなくなってますね。でこの国見は本当にボールを、まあ、前線で奪って、またロングボール、このロングボールが通ります。徹底してますね。非常にいいサッカーだと思いますよ。徐々に国見ペースになってきました。コーナーキックはこれが5本目になります。このワールドカップでも前線でプレッシャーをかけて奪った時の得点率で非常に高いものでしたから、そういう意味ではこう世界のレベルと同じようなサッカーを国見やろうとしてるんだなってのが分かりますね。マークはっきりという声も飛びました。先制点の兵道のコーナーキック、ゴール正面、直接入ろうかというボール、そしてルーズボールに対してまたシュートが入ってきました。この時間は国見、狙ってますよね。そういうこぼれ球の今の予測が非常にいいですよね。下がって、こぼれたところに対する反応は国見、シュートが入って、もう一度出てきて、こぼれて、こぼれて、なんとか向こう側のタッチラインを割りました。一番こう時間帯で苦しい時ですからね、西洋の選手たちが踏まなきゃいけないですね。逆にこう非常にこういい狙いでね、こぼれ球を狙ってますし、国見の選手たちこういう時の集中力っていうのは素晴らしいものを持ってますね。何か後半残り5分、前半の残り5分を切ってからギアチェンジをしてきました国見です。1対0国見リード。スローインが入ってきます国見。中には3人入ってくる。柴崎のナイスキーパー、ゴールキーパー田代がキャッチしてすぐに攻撃に行こうというフィード。泉さん、はい、星稜高校の攻撃面なんですけれども、ベンチからですね、少し左に攻撃が偏っているので逆サイドも使っていこうという声が出ています。星稜高校の右アウトサイドということになりますと、麦田という選手がいるんですが、非常にスピードあるドリブルが持ち味で、ここまでのところなかなかそうですね、ちょっと塞がれてますね。チャンス作れないですね。速いボールでしっかりと足元でつなぎました国見高校。右のスペースをついてきますが、星稜のゴールキックに変わります。平山君がいない時はそれに合ったきちっとサッカーしてますよね、しっかりとつないで。この8番の選手は中村北斗選手ですけれども、プロ野球の日本ハムの中村隼人選手の弟さんということで、中村北斗選手という名前であります。彼も1年の時から、ね、よく出てた選手ですよね。国見高校の中盤のスコボランチの左に入っています。さあ松橋、大分トリニータの弟の勝選手がボールを持って左にはたきました。ここにトップ下の柴崎です。柴崎のテクニックが見られるかどうか。クロスが入ってくる、
ヘディング2人入りましたが流れていきました。ボールの持ち方がその抜くということよりもとにかくちょっとの隙でクロス上げるぞっていうこういう持ち方してますよね、抜き切らずにきちっと上げてそれに対して中がきちっと詰めてますからディフェンダーとしては非常に守りにくいと思いますよ。上げますよっていう感じでクロス上げてませんから。そういえば前半の2人にマークつかれてのシュートもそうでした。さあ左のスペースを使ってくる、あっとこれは入ってしまうとオウンゴール。左のスペースを突こうというロングボールに対するヘディングが、ヘディングのクリアが、そうですね、ただこれはもうああいうボールをですねかなり国見がサイドチェンジやってきて、もうディフェンダーとしてはもう精一杯やって今みたいな形になりましたからね、これは仕方ないですね。ただもうディフェンス国見が徹底したあの攻撃をやってきた、これ成果でしょうね、徹底したロングボールスペースを突くロングパスが生み出したオンゴールで2対0、国見がその差を2点と広げました。またスペースがある、目の前にスペースがある、シュートを打ってくる、いいシュートですね。なんとか外にかき出しましたゴールキーパーの田代です。まあ、インターハイと35分ハーフでやってきたりしてきてますから、この残りの5分10分のこのはかなりきついと思いますよ。これがもう7本目のコーナーキックになります。国見前半残り2分、ゴール正面、あっとこぼれて入ってしまった、こぼれてボールはゴールネットを揺らしました。3対0。あそこにも人がいっぱい多くてですね、ゴールキーパーがボールにたどり着けないっていう状況でしたよね。でも国見はもうああいう練習してますからね、前半残り5分を切ってからの国見高校の2得点です。背中に当たりましたね、園田君の背中かですね。3番は国見高校ですが、あっとこれも相手ゴールに迫る星稜高校ですけれども、いい競り合いですよ、キーパーもハンブルしませんし、まもなくロスタイムに入ります。全日本ユースサッカー選手権大会の決勝戦です。国見高校と星稜高校、右のサイドから崩そうという国見の攻撃です。このうまく田中君使いたいですね、そうですね、こういうキープして前を向いてスペースに出しますがやや弱かった。立て続けに2得点で3対0とリードを広げました国見。先ほどのゴールは3番ディフェンスの浜本という場内アナウンスが流れました。リードされた星稜高校の川崎監督の表情も険しくなりました。柴崎のプレー、左のスペース、松橋のスピード、星稜高校はこの辺りからもボールをつないできますが、国見のプレスをかいくぐってトップにつなぐことができるかどうか。今泉さんがおっしゃる通り本当にトップにこうつながなくなったんですよね、星稜が。この人がキャプテンの金田、
右のスペースをついてくる国見。前半の45分が終わりました。国見高校3対0、先制点は前半29分に兵道のヘディングシュート、その後左のスペースを突こうというロングボールがオウンゴールを誘いました。そして前半43分にコーナーキックから、ディフェンダーの浜本の肩のあたりに当たってゴールの中にボールが転がり込みまして3対0、リードは3点と広がりました前半です。試合の冒頭、画面の得点表示に誤りがありました。大変失礼しました。それでは前半のデータをご覧いただきましょう。得点は3対0、シュートの数は星稜高校が4、国見高校が8ということで、シュートの数は国見が倍、コーナーキックの数が国見が6で星稜が1という内容になりましたが、前半10分までは、ね、星稜いい攻撃してたんでね、ここで点、その時点取ってたらまた変わったと思うんですけどね、はい、残りの10分間に本当怒涛の国見らしいサッカーで3点目を2点3点取りましたね、32度を超えるこの気温の影響はどうだったか。多少ちょっと星稜の方に影響してるかもしれませんね、はい、それでは前半の振り返りVTR をご覧いただきましょう。まず前半1分のプレーです。スローインから相手陣で奪った星稜高校、左サイドを崩して非常にいい動きですよね今の、はい、受けたのが田中、決定的なチャンスでした。アイコンタクトがあった後にすっとこう相手のディフェンダーの裏を狙う田中君らしい素晴らしい動きでしたね。前半つなぐサッカーが見られた星稜ですが、前半29分国見、右のアウトサイドから渡辺がクロスボールを上げて兵道のヘディングシュート、ディフェンサー森君よくついてるんですけどね、一瞬ちょっと遅れただけでもこれもう失点になりますね、非常に兵道の動き出しのタイミング良かったですね、クロスに対して。この兵道選手は左のアウトサイドもトップ下もそしてツートップの一角も務めることができる、オールラウンドプレーヤーということになります。そして前半の42分国見高校の追加点、これはもうね同じようなサイドチェンジがどんどん行われてたんでね、右のスペース左のスペース3バックの裏のスペースを再三突こうという国見高校の攻撃が見られました。これもボールが出てすぐですね、もう本当に必死になって下がりながらの、ね、プレーですから、これはもう国見高校のその展開力を褒めるべきでしょうね。ディフェンダーにとっては自分のゴールに向かって走りながらのプレーは一番嫌だと言いますよね。そうですね。そして前半43分はコーナーキックから兵道が蹴って近いサイド、ディフェンダー3番の本当にもう日頃練習してやってるパターンの通りになりましたね、ガッツポーズをしてたのは園田選手でしたが、2人の間にボールが割って入る形になりまして、ね、最後はゴールの中にボールが吸い込まれていきました。さあ改めて両チームのここまでの勝ち上がりをご覧いただきましょう。星稜高校はご覧のように1回戦4対3、2回戦4対2、そして準々決勝4対1ということで、4得点を挙げて失点の数も減ってきている、流れは良かったんですかね。そうですね、非常にいい形で決勝に臨めたんですけれども、ちょっと本当に勝負どころやはり国見がさすがでしたね、はい、そして優勝候補とも言われていたのが清水エスパルスユースだったんですが、クラブユースでは非常にいい試合をして優勝したんですけれども、敗れてしまいましたね。そしてもう一つのブロックがこちら、激戦のブロックとも言われましたが、国見高校は強豪の市立船橋に PK 勝ち、同じく優勝候補とも言われていた四日市中央工業に2対2の PK 勝ちと
という形になりました。このブロックは、ま、他の試合も含めて、はい、競った試合が多くなりましたよね。そうですね、特にあの1回戦の市立船橋、2回戦の四日市中央工業、これ国見高校は本当に苦戦したあの試合と聞いてますね、そういう意味ではその非常に四中高も市立船も非常にあの全国レベルの強いチームですから、それでも勝ち上がってきた国見の何か勝負強さを感じますが、そうですね、こういう、まあ、全てのいい試合できないと思うんですけども、悪い時でもしっかりと勝つ、最低引き分けるとかですね、そういう試合ができるのがその国見高校のですね。さあ歴代の優勝チームをご覧いただいてますが、これを見ますと清水市立商業が 1,2,3,4,5 回優勝しているということになります、はい、非常に強いですね。静岡勢藤田東も勝ってますし、はい、まあ、清翔という名前で親しまれていますが、第1回の時には七海、大岩、望月という選手がいて、はい、第4回にはゴールキーパーは川口で、ジュビロの田中、 FC 東京の佐藤幸彦、あるいは安永といった選手がいて、5、6とこう3連覇しました、はい、その3連覇した第6回大会の時には1年生で小野伸二選手が出場していたんですよね。もう多くの J リーガーを輩出しているのも分かる気がしますね、さあ過去12回のうちユースのチームが1回しか優勝していないという結果がありますけれども、決してユースのレベルが低いわけではないんですね。特にあの最近はですね、あの決勝に来たり準決でもかなり、まあ、今回あのベスト4に入れなかったんですけれども、あのレベル自体はもう拮抗してきたと思いますね、あの開始当初はやはりあの高校のチームのあのがレベルが高かった部分もあるんですけれども、今はほとんど変わらなくなってきているのは事実ですね。それとあと高校の選手たちのあれを見てみても、非常にあのジュニアユース時代、中学時代はクラブでやっている子が非常に多いですからね。さあこの大会は今16チームが参加していますが、地域に拡大する方向で検討されています。その狙いが今画面に表示されている2つのことということになりますが、はい、どうしても日本の場合、公式戦のですね、大会がトーナメント方式が多くて、まあ、1回敗れてしまうと、終わってしまう、もしくはこの1回戦なんか10何対0、20対0といった試合があって、終わってしまう。それよりはやはりレベルの拮抗者同士がですね、数多く試合をする、同じチームと2回やれるとかですね、そういうことがあれば選手にとっても、そして監督コーチにとってもレベルが上がる、そしてまたレベルのある勝てないチームにとってもね、レベルの近いところで試合が多くできる、そういうものを目指して今考えております。改めて放送席ご紹介しましょう。日本サッカー協会技術委員の田島幸三さんです。田島さん、この、はい、今日はユース世代ということになりますが、はい、この世代で、はい、サッカーのいろんな技術、スピード、いろんな要素がありますけれども、はい、こういったところを伸ばしてほしいというところはありますか。特に判断する力って伸ばしてほしいですね。この年代でいろんな失敗をしながらどういう判断をするかっていうのを身につけてほしいということと、さまざまな技術が本当にパーフェクトにできるように、してほしいと思ってます、はい。そして改めてこちらで年代別の代表がどのようになっているのか改めて整理してみましょう。まずこの三角形で裾野が広ければ広いほどこの頂も高くなってくるわけですが、日本代表はご存知のように2006年のドイツのワールドカップに向かってフル代表は向かっていくということになります。もちろんこの辺の選手たちもこれを目指す、目標にしてますけれども、そしてアンダー23、23歳以下の日本代表はこの後アジア大会を戦うことにもなりますが、2004年のアテネオリンピックに向けてチーム作りが進められています、はい、指揮をするのは山本昌邦監督ということになります、はい、そしてついこの間まで面倒を見てらっしゃいました、田島さんが面倒を見てらっしゃいました20歳以下の日本代表です。こちらは2003年の世界ユース選手権、はい、ということになりますけれども、その予選が10月にカタールで行われます、A、はい、その日程をご覧いただきましょうか。10月にサウジ、インド、バングラデシュと対戦して、この大会が進められていきますが、そうですね、初戦サウジは非常に優勝可能性のある国ですし、大事にしたいと思っています。大熊監督中心に今準備を進めています。
さあその20歳以下の代表メンバーで注目選手をご覧いただくことにしましょう。まずこちらは桐蔭学園にも属しています阿部選手です。まあ、強化指定選手制度、ね、で、J1 の試合にこうやってもう出場している選手ですけれども、このトップでゴール可能となる選手ですね。はい、そして坂田選手、この選手もフォワードですけれどもスピードがありますね。そうですね、非常に決定的な仕事ができる選手ですし、非常に決して、V ゴールをよく多く取っている選手でもありますね。このボレーなんかも叩きつける気持ちも感じられるシュートです。さらにはサンフレッチェ広島の茂木選手、非常に高さのある選手ですよね。身長はないんですけど非常に体力しっかりしてますし、踏ん張れる選手ですね。どんな当たりにも負けない選手ですね。まあ、この他にも菊池君もですね、もうコンサドールの中でも中心といえるようなディフェンダーに成長している選手で、まあ、アンダー20の中で怪我がちょあって前回の合宿とかに参加してないんですけれども、非常に期待している選手ですね。はい、まあ、この他にも清翔の菊池、鳴岡、藤枝東、そういう選手がたくさんいるのでぜひ皆さん注目して応援していただきたいと思います。さあこの世界ユース選手権ですが、どれぐらいの結果を田島さんの中で求めますか？いや、これまずは世界選手権出場することをまず目標にして、このカタールでの10月の試合を戦ってまず欲しいと思います。それから次が世界選手権での目標になると思います。そしてさらには17歳以下の日本代表ということになりますが、はい、こちらはもうすぐ今月行われることになります。はい、なかなかこの高校受験とかあってうまく評価できずに日本勝てなかった年代なんですけれども、この試合がウズベキ、カタール、シリアと同じチームにグループに入っていますね。ただ今までのその歴史を見てみると、小野選手、高原選手、稲本選手と含めて、はい、この大会で出場し経験した選手がやはり育っているのも間違いないので、そういう意味ではこの大会も9月にもう予選が UAE で行われます。はい、ぜひ皆さんも注目して応援して、この年代からその選手の名前をぜひ覚えておいていただければ、将来本当に楽しみだと思うんですけどね。2006年2010年とつながっていくわけですね。はいはい、さあ今日はスタンドには U23 歳以下の代表監督の山本雅邦さんが左、そして大熊監督ですね、U19 になりますね。はい、まあ、こういうお互いのナショナルコーチ同士がですね、こういうところでお互い選手のことを話したりする機会にもいい機会になりますし、この決勝の中で、ね、本当に頑張ってまたそういうチームに選ばれる可能性は大いにあるわけですから、選手たちも頑張ってほしいですね。まあ、現段階では19歳以下の代表メンバーには国見高校の10番の柴崎選手のみという形になっておりますが、この後の可能性も含めてこの後半も非常にいいプレーを期待したいというところですね。星稜選手3点リードされてますけどね、そういうこと関係なくやはり自分たちのサッカーを思い切ってこうやってほしいですね。3対0とリードされて星稜高校この後半に向かいます。前半の立ち上がり素晴らしいシュートを見せた10番の田中、ボランチの位置に入っている相手のチャンスの芽を摘み取る役割を任されている金田、両チームとも交代はありません。この最初の5分が大事ですね。特に星稜にとってはここでしっかりとしたこう自分でのサッカーを展開できるかっていうのは大きいと思います。今小嶺総監督どのような指示をされたかあれですけれども、最初の5分で徹底したプレッシャーをかけてくるとかですね、いろいろなことを考えてくると思うんですけどね。はい、逆に3点リードされた星稜高校のこの立ち上がりの攻撃の考え方はどういうことが想像できますか？やはりトップの田中
君にしっかりとつないで、あの前半の10分間で見せたあの星稜らしいサッカーをするっていうのがもう僕はあの期待してますね彼らに。星稜のキックオフで始まりました後半の45分です。3点リードされた星稜、右のアウトサイドの麦田から3バックの右の選手が上がってきます。ちょっとあの右サイドを今度崩せませんね今日星稜が、前半の途中でも川崎監督からの指示でありましたが、右からの攻撃がこの後半どう出てくるか。またスペースをついてくる国見の攻撃、兵道が受けて後ろから松橋です。非常にあのプレッシャーが早いんですが、あのミスを言うよりはですね、国見のプレッシャーが早いせいでこうちょっと判断をあのする時間が与えられてないですね。あとこぼれたところボールが出てシュートまで行く、ミドルシュートを打ってくる。まずは前線からのプレスがありました、そしてシュートまで行きました。国見の何か考え方が分かりますね。そうですね、もうこの最初の5分10分であのビシッと国見のサッカーをして追加点をして勝負を決めてしまおうというそういう意図はあると思いますね。泉さん、はい、そのあたりですね、小嶺総監督は、まあ、意図的なのかもしれませんが非常に厳しい表情でまだまだだ、プレスのタイミングがまだ遅い場面がある、あとチャンスになる、トラップが右に流れた、右に流れた、まだある国見のチャンス。右のアウトサイドの渡辺、後ろに開いているのは兵道ですが、兵道はシュートチャンスになりましたが打つことができませんでした。まあ、今の決める決めないっていうのは大きく影響すると思うんですよね。その辺小嶺総監督が心配されているところで締めなきゃ締めるっていうそういう部分になったんだと思いますね。まみさん、はい、話途中になりましたがね、こぼれ球を拾うポジショニングにもまだ甘さがあるんだ、そんな話をしてました。渡辺からロングスローが入ってくる、こぼれたところに対する反応は国見、ここは体を寄せました星稜。さあ右からの攻撃は麦田、両サイドの選手が前を向けませんね。そうですね、星稜高校今大会2得点の星稜高校、右のアウトサイド麦田、柴崎のワンタッチ、うまいプレーがありました。松橋のスピード、もう徹底して裏裏裏を縦縦狙ってきますからね、まあ、本当に体力あるときにはこれで ついていけるんですけども、あの前半の最後のように、こう本当にあの体力面で差が出てきてしまうと簡単にあの振り切られてしまうケース出てきますね。なんか体力面での自信がこういう攻撃をさせている、そんな印象がありますね。いいサッカーだと思いますよ、はい、さあコーナーキックは速いボールできた、ルーズボールに対する出足も国見です。相手ボールになるとスーッとディフェンスの選手が下がっていきます。運動量が落ちません国見。2トップの1人の豊田が下がって受けました。そして10番の田中が出てくる、出てくる、ゴールキーパーがエリアの外に出ました。ゴールキーパーの関、田中の突破がチャンスを生みました。笛が鳴ってフリーキックに変わります。スローインですかね、スローインですかね、はい、あっとロングスローが得意の3番の森が左の手前のタッチラインまで来ました。そうですね、しかし短く使ってきます。金田に当てて森が中を見た、クロスを上げたい、遠いサイド折り返せるかどうか、右に流れている左利きの本田からのクロスボール、折り返せばチャンス。このボールはゴールキックに変わります。泉さん、星稜高校の川崎監督の話なんですけれども、怖がらずにフォワードの田中豊田にしっかり足元にボールを入れていこう、そういう指示です。その通りですね、そこに足元ひっちり入ると攻撃サイドも使いやすくなると思いますね。12番の豊田、10番の田中、この辺りに前半の途中からボールが回らなくなりました。さあまた右のスペースをついてくる国見、スピードの松橋、
後ろからの押し上げダイレクトで入れてくる。今つなげてもいいんですけどね。あっとこれは左のスペース通れば面白いところですが、クリミのインターセプト。ちょっと長いボールが増えてきました。星稜短くつないでいきます。右に開いている麦田、中央の中盤の底の新田を使います。さあ新田が前を向いて持った。左のスペース空いているが辻田が上がってくる。辻田のスペースにボールが出てきましたが手前のタッチラインを割っています。両サイドを使おうという意図は感じられるんですが、クリミのそのオータイも見事です。そうですね、おっしゃる通りです。ディフェンスいいですよ。さあ前を向いた左利きの新田、新田頑張るがここは柴崎が奪った。上がなってクリミボールに変わります。準決勝の時もこの柴崎選手を見に来るサッカー関係者は多かったんですが、柴崎選手の攻撃だけではなくディフェンスの意欲がこのところ見られたんだという話がありましたが、今日どうですか。そうですね、おっしゃる通りです。もう非常に強いですし、地味ですけれどもポジショニングがいいんで、いい形でボール奪ってますよね。3対0とリードされている星稜高校、両サイドを使おうというハーフタイムの指示は感じられますが、そこに対するプレスがしっかり効いています。国見高校また左のスペースをついてくる兵道のヘディング。こういう今みたいな、まあ、一見そのただ蹴ってるだけで思われるんですけども、あのボールに対するこぼれ球をですね、みんなが集中してるんですよね。そういう意味では戦い方としては国見のサッカーだなという本当に感じしますね。クロスボールはゴールラインを割っています。星稜のゴールキックです。ですから逆に星稜としますと、そのロングボールに対して競りに行くまではいいんですけれども、はい、そのこぼれたところに対する反応がやや遅れてますよね。そうですね、特に前半の35分からがそれがもう完全に遅れ始めましたね。32度を超えるコンディションです。前半も25分前後に水分を補給する時間を取りました。この後半も同じような措置が取られます。しっかりとボールを落ち着かせて、あっと前にスペースができる。左に1人余っているが、ここはいいディフェンスを見せました。いやまだ流れている、流れている。ここで左足のシュート、ゴールキーパー止めた。もう一度ゴールキーパーキャッチ。ちょっと慎重になりすぎたとはありますね。いい崩しでした。そうですね、こういう早い攻撃から今度は星稜、今みたいにちょっと足元に入るといいんですけどね。田中君も慌てずにしっかりキープ一度するといいと思いますね。今ここで一度打つタイミングがありましたが、いやキーパー田代君がですね、非常に落ち着いていい形で前に出てましたからね、コースがなくなってるんですよね、シュートの。だこれ2本決定的なチャンス外しましたからね、本当にこれまだまだ時間たっぷりあるんでね、星稜にもこれチャンス出てくると思いますよ。ゴールキーパーのセービングで流れが変わることはサッカーではたびたびあります。3対0とリードされた星稜高校、黄色ユニフォーム。ここで取られると厳しい展開になります。上が鳴って国見ボール。泉さん、はい、国見高校の小峰総監督、それから池田監督なんですけれども、前半からたびたび出ているんですが、小さいことをするなと、もっと堂々と大きくプレーをしろと、そういう指示です。プレーに関する小さい大きい、このあたりの指示はどういうふうに感じますか。決して大きく蹴るとかそういう意味というよりは、僕ははっきりとした自信持ってプレーしろっていうことをおっしゃってるんじゃないかと思いますけどね。両チームとも3人のディフェンス、中盤に5人、フォワードに2人という 3-5-2 というシステムを取っています。いい動きですね、田中、はい、新田から田中、はい、右のスペース、ここでフォローの動きがややないか星稜。非常にいい動きでボール受けたんですけども、今ディフェンス誰ですかね、3番の浜本君ですね。非常にいい対応しましたよね。しっかりと見てコントロールした瞬間にボールに詰めるっていうね、いいトレーニング普段してらっしゃるんだなっていうのを感じますね。オフザボールの動き、いわゆるボールのないところでの動きというのはこの年代でも非常に訓練されているなという印象ありますね。はい、両チームともいいですね。特に田中君いいですよ。さあスルスルっと出てきた。
シュートまで行こうというところ。星稜の13番は1年生の本田です。レフティ左利きの選手ですが、ガンバ大阪ジュニアユースで育った選手です。星稜はこの選手以外は全て石川県内で育った選手ということになります。後半最初のコーナーキック、星稜低いボール。後半10分経過です。向こう側のタッチラインからの走位になりますが、あっと手前のところでキャプテンの金田がピッチの外に出ていましたが、中に入っていきます。そしてロングスローがあります。星稜ペナルティーエリアの中には3人入ってきました。ディフェンダー3バックの左に入っている身長の高い辻田も入っています。さあ中に入れてくる、こぼれたところ、ヘディングシュートはクロスバーの上、惜しいですね。まあ、あのシュートまでこう来るようになりましたからね。こういう形で継続して、あの攻撃し、なるべく早い段階で1点取りたいですね。非常にあのロングスローですし、惜しかったですね。手前でヘディングは12番の2トップの1人豊田、そしてこの人がディフェンスの辻田。ボールを奪ったプレーは動いています。星稜の田中の右のスペースを突こうというパスが出ました。少しずつセットプレーもありますけれども、田中あるいは豊田という2トップにボールが入り始めています。そうですね。さあ右からクロスが、いや深いところまで行って、もったいなかった。ちょっとあのもう上げる瞬間中ばっかし見てたですね今、いいイメージ持ったと思うんですけどね。ボールを蹴る、やっぱりボール蹴るときにはやっぱ最後はボール見ないとミスキックになってしまいますね。泉さん、はい、先ほどピッチの外に出たあの金田選手、星稜高校なんですけれども、右の太もものあたりをですねちょっと抑えながら、そこにあのコールドスプレーをかけてもらっていましたね。今ピッチの中で走っている姿を見ると、それほど足を引きずっているという印象はありません。中盤の底に入っている金田、さあこのルーズボールに対して星稜奪った、右のスペースを使ってこようというところですが、田中に渡りません。先ほどリポートがあった中盤の底ボランチに入っている金田から右のスペース、左利きの本田がちょっと右のスペースに流れていますね。前半は左のアウトサイドの位置にいたこの1年生の本田です。ガンバ大阪ジュニアユース出身の本田、ちょっと右からのプレーが目立ちます。3バックの左辻田、この辺のこうボールが出てきそうな予測とかですね、それ出だしの速さって、ね、やはり国見高校いいですね。それでこう球際のところでやはりあの国見がボールを奪うケースが多くなってますね。そのあたり時間帯も考えて試合運びのうまさを感じますよね。国見高校と星稜高校の全日本ユース選手権の決勝です。前半3対0とリードした国見高校です。左のスペースをついてくるスピードのある松橋、ゴールキーパー出る、手は使えない、ゴールキーパー出てしまっている松橋がここからどうするか、ループを狙ってきましたがゴールラインを割っています。今日2トップの1人松橋選手、スピードのある選手、まあ、大分トリニータに所属している松橋翔太選手と似たようなタイプと見ていいと思うんですが、今日のここまでの出来はどうですか。悪くないですね。非常にあの前半から積極的に攻撃に参加してできてますしね、絡めるようになりましたし、兵藤君とお兄さんほどこう抜群のこうスピードっていうそういうタイプじゃないですけども、非常に技術もしっかりしてますしね。さあ右の3バックに入っている森がオーバーラップをしていきます。3人で囲みます。この右のスペースを使わせないという国見のディフェンス。中盤のそこの金田が下がって戻っていた。3バック中央、左に開いた左利きの辻田、左のスペースにトップにこううまく入らないときにボランチにこうちょっとつなげればいいんですけどね、ちょっとその辺がまだあのいいコンビネーションできてませんね。普段の彼らですとそれしっかりできるんですけど、ちょっと今日国見のプレッシャーが強いのでなかなかそれができてませんね。夏の高校総体では国見高校は決勝で帝京高校に2対1で敗れました。
星稜高校はその同じ帝京に3回戦で4対1で敗れています。前線からの動き、運動量の豊富なところを見せています。国見ボールをビルドアップすることができるか。左のスペースを使ってくる。ツートップの1人、12番の豊田。もう少し簡単にこうつなげるんですけども、ちょっといろんな判断とかが遅くなっているせいで、いいタイミングで動き出しができてないですね。それがこう中盤からこう組み立てられない、前半の最初にできてたことができない原因だと思いますね。後半15分を経過しています。3対0、国見が3点リードしています。後半は両チーム得点がありません。ボールを奪うとすぐに右左のスペースをついてくる国見の攻撃。それがじわじわっと時間が経過するにつれてボディーブローのように効いてきます。ボランチの右に入っているキャプテンの金田、金田から本田に当てて右のアウトサイドの麦田のドリブル。麦田にはドリブルがありますが、いいディフェンスしてますよ。でも、彼のその麦田君の特徴を生かさないようにしてますね。右のアウトサイドの麦田の攻撃が封じられています。右がダメなら左ということで、左から攻撃を組み立てる星稜。ボランチの7番の新田が上がってくる。この新田も精度の高い左足のキックがあるんですが、2人にマークされています。さあ1人準備しています。星稜の8番はデムラです。あとシュートになりました。いい狙いでしたね。非常に武井君ですか、非常にいいコースに入ってきてますよね。竹谷の近いサイドでのシュートです。左からのクロスボールにダイレクトで合わせていきましたが、しっかりとこの辺りも体を寄せている国見のディフェンスです。ただ本当体一つ前に出てましたからね。最初の交代の準備をしています星稜です。ツートップの一人豊田との交代になりそうです。8番のデブラは準決勝ではトップ下に入っていた選手になりますが、フォワードに変えてトップ下の選手ということになります星稜。国見の兵道、この辺りはテクニックのあるところを見せています。兵道がボールを持って、うまいですね今の動かし方が。さあ右から高橋がクロスを上げてフリーだ。シュートはワンバウンドしてタイミングが、ゴールキーパーは合わせることができませんでした。今右サイドの崩しがですね、意図的にスペース作って開けて崩しましたよね。非常に攻撃でしたね、国見らしい。これも星稜しょうがないでしょうね、今の崩しをやられちゃうと。後半17分に1点追加、4対0。ここもまず兵道君の突破がありました。完全崩されましたけども、ここでそしてこの右のスペースをうまく使って左サイドから飛び込んできました。そうですね、松橋がですね右サイドにこう張っているのを意図的に中に入ってきましたからね。それで、渡辺大吾をフリーにしましたよね。いや見事な点数ですね。そして星稜高校チャンス、田中のシュートが決まった。田中の右足のシュートが決まりました。4対1。彼らしい得点ですね。ペナルティエリアの中で右足を思い切り振り抜きました。1点返しました星稜。左サイドから抜け出してきました。ここで田中を見てましたね。ファーストタッチが見事ですよね。もう無駄のないところに、あそこじゃなきゃ入らないですね。逆に足元過ぎてもダメですし、ちょっと行ったらもうスライディングに合ってますから、素晴らしい田中のコントロールからシュートですね。パス出しは13番1年生の本田です。素晴らしい。ボールを受ける動き、その後のシュート、どれを取っても見事なシュートになりました。星稜が1点返して4対1です。ゲームが動き始めました。後半です。先ほど交代で
ツートップの1人豊田に代わってトップ下の選手8番出村が入っています。出村はトップ下に入ってどうでしょうか。田中と11番の竹谷の2トップということになりました、はい、星稜です。この形は準決勝の時のスターティングイレブンです。まあ、4点目を取られた時は大きな1点という印象はありましたが、その後すぐに入れたことの意味はありそうですよね。そうですね、あの後半最初2点決定チャンス決められなかったんでね、あのもう1点早く先に星稜取ってればですねあれなんですけども、まあ、非常にあのいい形で点取れたんでね、彼らのペース戻してほしいですね。また泉さん、はい、どうぞ。その星稜ベンチですけれども、まあ、監督の川崎さんは出村選手、まあ、変わって入ったんですが、その出村に対してサイドチェンジに対応できるようなポジショニングをしっかり取れということを言っています。サイドチェンジに対応できるようにポジショニングということになりますと、あのサイドを崩されているときは必ずサイドチェンジしてから崩されているんですよね、国見に。その出どころを封じようということになりますか。そうですね、そのポジションをちゃんと埋めておくこととでしょうね。国見高校でそのパス出しの役ということになりますと、ボランチの位置に入っている園田と中村という形になります。前線からプレッシャーをかけていく国見。後半21分経過、4対1、国見が3点リードしています。去年は決勝1対0で破りましたが、さあ右サイドのスペースをついてくる国見です。非常に今のようにプレッシャーかけましたよね、サイドチェンジするときに、ああいうあの辺をこう意図したサイドと思いますね、川崎監督。ミスを誘うプレーになりました。さあ左を崩そうというワンツー、1年生の13番本田、7番のボランチに入っている新田。あの意図的にボールが入ったところをですね、あの星稜の方は数的優位でボールを奪おうとしてますよね。あの非常にあの監督の指示がパッと伝わったなって気がしますね。あと左のスペースでフリーになった本田、本田にはテクニックがある。中を使った8番の出村、途中交代で入った出村が前を向いた、前を向いた出村の左足、ディフェンスにかかりました。ボールが回り始めました。ボールの支配は星稜といった構図になっていますが、カウンターの攻撃があります。国見7番の松橋、右に開いている兵道は使わない、中央のボランチの中村を使います。中村から左に開いて砂田の突破、もう一度砂田に返そうというワンツーですが、ここを奪ったチャンスになる。田中がボールを持って左のスペースを使ってくる。いいボールだ。竹谷がボールを持ってちょっと攻撃の枚数が少ないか星稜。いいですよ、慌てなくていいですよ。最終ラインに渡しました新田です。新田からもう一度、今度左の1年生の本田からクロスボールが入ってくる。いいディフェンスクリア。中の動き出しも非常に良かったですよね今。一つ星稜らしい攻撃が見られました。ちょっとディフェンスの形が整っていない星稜です。右のアウトサイドの渡辺が中に入れてくる。おっとシュートを狙ったか、クロスバーの上です。後半23分を経過しています。全日本ユースサッカー選手権大会の決勝戦、国見と星稜、4対1国見がリードしています。星稜の森から前線へ、星稜はまあゆっくりしたボール回しでしっかりとつないでくる印象がありますが、はい、少しずつ速い球出しを心がけているそんな印象です。さあ後半の水分補給のタイムが取られます。30度を超える気温です、国立競技場。いい攻撃でしたね、あの星稜らしい得点場面ですね。さあ4点とリードされてのこの田中の追撃の1点です。左サイドからマイナスのボールが来た時の右利きの選手の受け方の
まあ、基本中の基本といいますかね、そうですね、開いた形が非常にうまいですよね。あのスペースのないところでコントロールしてシュートっていうのを確実に決めれる選手っていうのはなかなかいないですよね。ああいった形をこの後後半残り20分どれだけ回数多く作れるか星稜のポイントになりそうですよね。そうですね、そのためにはあの中盤でやはり田中君あたりにきちっと当てて、そしてあの起点を作ってからサイドを崩したいですね。星稜は後半途中からトップ下のポジションを取る出村が入って、2トップは10番の田中と11番の竹谷ということになっています。泉さん、はい、どうぞ。その星稜高校なんですが、作田選手が先ほどウォーミングアップのペースを早めまして、そしてベンチに呼ばれましたので間もなく交代するかもしれません。これまで交代のカードはまだ1枚しか使っていません星稜高校です。さあこれはセットプレーと同じくらいチャンスになる向こう側のタッチラインからのロングスロー、森のロングスローが入ってきますが、ペナルティーエリアの中には3人入ってきました。ゴールキーパーに近いところに田中、中に入れてくる、こぼれ球に対するここでいいクロスが入ればチャンスになりますが、悪くないですよ、思い切ってああいう突破を図った方がいいですね。新田がボールを持った、新田から左にチェンジ、出村、出村の左足、1年生の本田、左外に使いたいですね。さあ外に開いているデムラが呼んでいる、そのデムラにパスが通らない、ちょっと遅かったですね最初の段階だったら。さあこれはカウンターの攻撃になる、ゴールキーパー出てくる、手は使えない、松橋の飛び出し。やはり4対1とリードしている国見高校、しっかりと守りから入って奪ってからのカウンターで追加点を取ろうという、そういう意図が感じられます。右の渡辺からクロスが入ってくる、まだボールは生きていますがゴールラインを割っています。コーナーキックに変わります。ちょっとあのクロスを上げる選手に対するプレッシャーが足りないんですよね前半から、ですからかなりあの思い通りのところに蹴れるって言いますか、その辺もそういう意味ではそのサイドのがちょっと崩されすぎてるっていうのがありますね。先制点の兵道のコーナーキックです。ここで星稜高校は交代の選手がピッチの手前のところに出てきています。2番の佐久田、ディフェンダーの選手がここで入ってきます。星稜です、1年生の本田に代わって佐久田が入ります。遠いサイドを狙ってくる、牧が折り返す、さあ田中がここでポストプレーしっかりと味方にボールを回しました。この辺りは足の裏を使ったうまいテクニックを見せました星稜です。しかし前線からのいいディフェンスですよね。いいディフェンスです。前を向いた新田、早いリスタートからここも2人がつきます。右左に連れ出しても数的優位を作ってくる国見のディフェンス。クロスが入ってくるが、クロスバーの上です。中盤のテクニックのある1年生の、まあ、4対1反撃の1点のアシストもキックも決めました。本田に代わりましてディフェンスの佐久田が入りましたけれども、この辺りの意図はどうでしょうか。ピッチ上では体力だとかですね、いろんな問題があって変えたと思うんですけれども、まあ、攻撃的に戦わざるを得ないわけですから、はい、あのどの選手ポジションと関係ないと思いますね。さあ兵道が上げてくる、ゴールキーパー
泉さん、はいどうぞ。その作田選手に対してはですね、国見のベンチから11番の渡辺大吾選手がしっかりとその見るようにという指示を出しています。まあ、非常にがっちりとした体格の作田選手ですけれども、左のアウトサイドの位置に入っています。そうですね。後半残り15分です。前半先制点を挙げたのはこの9番の兵藤、ヘディングシュート。2点目はオウンゴール、3点目はコーナーキックからのこぼれたところがまあ入った形になりました。後半は1点ずつ取り合って4対1という展開です。柴崎からスルーした、シュートにはいけませんでした。左に開いて松橋が中にいるが、こういうところの、ね、出足がいいですよね。非常にこの時間になっても落ちてませんね。ボールを回されています。星稜国見の右のアウトサイドの渡辺、ダイレクトで入れてくる、いいボールが入ってきた、ね、こぼれてこぼれて、ゴールキーパー、オフサイドはありませんでした。泉さん、はい、どうぞ。星稜高校はですね、3人目の14番今村選手が呼ばれました。今村選手もディフェンダー登録の選手になります。この決勝戦は9人がベンチに入って3人交代可能ということになっています。3点リードされている星稜高校。新田の左足、竹谷が右のスペースを使う、竹谷を呼ぶ声がこだましていますが、クロスが入ってくる、デムラが前を向けない、こぼれ球を拾っているのは星稜。左に展開したい、左の辻田からアーリークロスが入ってくる。この辺りもしっかりとそのパスを出すコースを見定めて飛び込んできます。国見です。そうですね。こぼれたところ、左に開いた、トップ下のデムラに対して2人のチェック。オフサイドはありませんね。先制点の兵藤です。兵藤に対する金田のディフェンス、拍手が沸き起こります国立競技場。そして早い展開で星稜高校、縦のスペースをついてくる、9番の麦田、右アウトサイドの選手がこの位置にいます。今の相手ボールなどもガッと体を寄せて、ね、追っていった方が星稜にとってプラス有利になると思うんですけどね。45分ハーフの90分でこの全日本ユース選手権は行われます。中央で松橋、2人に囲まれた、途中交代の佐久田、ボランチの新田、3バック右の森、右のアウトサイドに開いた金田、いいですよ。いいタッチでここに麦田がいます。左に開いて竹谷から切り返してクロスが入ってくる、いいボールだ、ヘディングシュートは決まった。いい展開ですね。サイドチェンジして逆サイドがヘディングシュート、クロスからシュート。国見が前半これで点数取ったわけですから、そういう意味で非常にそのお返しをしたような、非常にいい展開でしたね。2人目の交代で入った佐久田のヘディングシュートが決まりました。非常にパス回しも流れるような形 で、 そうですね、左のアウトサイドからこのクロスボールもしっかりと遠いサイドの佐久田を狙ってのボール、ヘディングで逆サイドに決めました。いい繰り返しでしたね。プレーは動いていますが、ゴール前でゴールキーパーがセーブしています。星稜です、はい、面白くなりましたねこれで試合展開が。さあ残り11分というところです。4対2、点差は2点。星稜はここまで全日本ユース選手権の1回戦2回戦準決勝ともに4得点ずつを挙げている、攻撃力が持ち味のチームです。
常にゴールキーパーを攻撃にどう使うかっていうのをトレーニングされてますよね。ボランチの金田、ここはミスパスになりました。笛が鳴って9人ボールに変わります。残り10分を切っています。全日本ユースの決勝戦、国見が2点リード。いやもうこれ両チームと本当きついと思いますけどね、これいかにこう頑張る力があるか、頑張る意思が出せるかでしょうね。こういう中でも非常にしっかりとしたプレーを見せてくれてるんでね、両チームとも自分たちのサッカーをしてますね。ちょっとこぼれたところのボールに対する反応は星稜高校といった感じになってきました。辻田が上がってくる、左に開いている出村、辻田が上がってくる、中を使った、左に開いている出村、その出村に出てきた、速いタッチで上げてくる、シュート、ワンタッチのシュート、ポストの左に外れました。田中君らしい今のですね動きですよね、クロスに対する、ちょっと相手の裏には視野に隠れておいて、出る瞬間にスッと前に出てきたんですけどね、素晴らしい動きでしたね、相手ディフェンダーの前にスッと体を出してきて、右足でその前にこう視野の外に隠れてるっていうのが素晴らしいところですよね。あ、なるほど、視野の中から出てきてもディフェンスついていけるんですけども、見えてないところから出てきましたからね彼。泉さん、はい、どうぞ。国見ベンチからね、またプレーが小さくなっているという声が出てます。もっと大きく大きくという声です。単純にクリアを大きくという意味ではないと思うんですけれども、そういう声がたびたび出てます。動きの大きく、一つに言えることは運動量が若干落ちている印象はありますよね。そうですね、ちょっとここで国民の選手たちのペースが落ちてきてますよね、やはり同じ高校生ですから、前半あそこのところでガッと出しましたからね、そういう意味ではこう星稜チャンスなんですよね。さあここでロングスローが入ってきます、星稜です。残り8分を切りました。星稜ペースで残り8分、ロングスローが入ってくる、こう自分たちのペースになりそうだとか、そういう時をこう察して、チーム全員がこうバッて前向きになれるかっていうところなんですけどね、前半最後の方の国見っていうのはまさに自分たちのペースだっていうので、かなり やれたんで点数奪えたんですけれども、その辺ぜひ星稜の選手たち意識してやってほしいですね、技術的な高さはここまでのところも見せてくれてますんで、逆にこの残り10分を切ったところでは気持ちの部分で強いところを見せてほしいですね。さあ国見が左のスペースを使ってくる、柴崎がなかなか出てきませんが、ここで柴崎がボールを持った、兵道に預けた、もう一度柴崎、ワンツー受けてシュート、柴崎らしいプレーが見られました。まだプレーボールは生きています。クロスが入ってくる、コーナーキックに変わります。しかし決めないといけないですね。あ、決めないといけないですか。今の、はい、決定的なチャンスですから、今チーム苦しい攻撃チャンスで決めるか決めないかというのが大きく影響しますからね、でもいい崩しでしたね、ワンツーの出し手の兵道君も一拍遅らして、そうですね、相手のおっしゃる通りです、ディフェンダーの裏をついてきました。はい、ただゴールキーパーこの田代君ですね、非常に思い切ったいい 出方をしてますよね。さあコーナーキックには中央に身長の高い選手が集まっています。散ります、国見高校。さあゴールキーパーとって早い攻撃につなげたいところです。ちょっとバランスを崩しました。後半残り6分です。点差は2点。前半国見が3対0と大きくリード、後半は1点追加されて4対0と一時は引き離されましたが、その後2点返して4対2という展開です。先ほど2点目を取りました作田は最終ラインに入っています。3バックの左、
まもなく後半40分、残り5分です。全日本ユースサッカー選手権大会の決勝戦です。長崎の国見高校と石川の星稜高校の決勝戦。さあ左に途中交代で2点目を決めました佐久田。佐久田がここでまたぎフェイントを使って自分で突破して左のスペースを使ってくる。左に開いた竹谷のクロスボールが入ってきて同一サイド。サイド攻撃が見られるようになってきた星稜です。また星稜チャンス。星稜竹谷左のスペースを使ってくる。左から麦田、後ろから新田のクロス。新田がもう一度いけるか。あーゴールキックに変わります。いいですよ、どんどん前来てますよね星稜選手が、こういう姿勢が大事ですよね。この時間になっても両チームの最終ラインの距離が非常に縮まっている、それほど広がっていない、この両チームの決勝戦です。非常にコンパクトになってますし、非常に質の高いサッカーを見せてくれてますね。うまい。今のは落ち着いたゴールキーパーの判断です。さあ森からロングボールが入ってくる。オフサイドはありません。左を使おうというところ、インターセプトは国見。ああ、2トップの11番の竹谷がこの位置です。途中交代の佐久田、左の3バックの辻田、右の森。いい展開ですよ。森から大きくサイドチェンジ。ああ星稜高校は5番の身長のありますリベロの位置にいた杉森が上がっています。もうロングボールを入れてポストプレーで落としてチャンスを作ろうというそういった作戦をここで取っています。ただ縦にロングボール蹴ってもなかなか勝てないですからね、どんなに強くても。そういう意味でクロスサイドから上げたいところですよね、はい、まずサイドが起点になりました。そしてサイドチェンジ、ここで落として、この落としたところにいるのが田中の左足、シュートはポストの左に外れました。コーナーキックですね。針を背負ってのこの辺りのうまさというより強さ、両方兼ね備えましたね、1年生の頃はちょっと強さなかった、うまい選手だったんですけども、この本当に2年3年になっていく中で力強さを身につけてくれてますね。セットプレーのチャンスはファーサイド、遠いサイドに選手が3人、その遠いサイドを折り返すことができません。ヘディングに行ったのはディフェンスの辻田。残り2分を切っています。国見と星稜の決勝戦、点差は2点。リベロの位置に入っている5番の杉森は前線です。ですから田中と竹谷と杉森3トップのような形になっています星稜高校です。連覇に向けて国見高校残り1分、オフサイド、ギリギリのタイミングでしたが、ね、微妙でしたけどよくディフェンスライン整えましたね。国見もよく見ながら、ね、タイミング測って狙ったんでね、いいラインが見えましたよね、ライン操作が。高校総体では準優勝だった国見高校です。ロスタイム表示は2分と出ています。さあアーリークロスが入ってくる、遠いサイドからヘディングで折り返すことができません。こぼれたところに小
この時間は国見も外に出すのが精一杯という状況です。低いボールを入れようというところですが、この辺りもしっかりと足を出してきます。国見のディフェンス、トップ下の出村、股の間を抜いてパス、トライアングルを作ってきます。新田、ここで受けてシュートレンジに入ってきますが、左のスペースにはしかしつなぎのね、プレーの仕方が星稜らしいところが本当出てきましたよね。ロスタイムは2分です。点差は2点。去年は国見高校は高校総体、そしてこの全日本ユース、さらには選手権と三冠を達成しました。今年は高校総体で準優勝でしたので、この学年にとっては初めてのタイトルに向けて残り1分です。2分でした。残り時間は刻々と減っていきます。星稜高校先制点の兵道、ラインは割っていません。このあたりしっかりとキープしてますよね。はい、奪われても、はい、一番そうですね、自陣のボールが一番遠いところでキープするっていう、この辺もよく知ってますね、選手たちが。なかなか取られません。そしてボールを回して中央へ。さあ時間がありません。星稜高校は速い攻撃を見せたいところ。ロスタイム表示の2分は経過しています。審判が時計を見た。笛が鳴った。国見高校この大会連覇達成です。勝負どころをしっかりと抑えましたね、国見高校。特に前半奪った40分を過ぎてからの2得点、この辺りが大きくものを言った形になりました。そうですね、あの時にやはり星稜高校の選手が下向いている時に、今俺たちのペースだっていうのを前面に出しましたからね、国見高校の選手たちが。まあ、この辺日頃の自信と日頃のトレーニングの成果だと思いますね。まあ、一方の星稜高校ですけれども、後半の2得点、まあ、星稜らしい、はい、パスをつないで両サイドから崩していくという攻撃が見られましたよね。そうですね。それとあと前半の最初のつなぎっていうのはね、もう本当に超高校級のレベルだと思いますね。放送席泉さん、それではインタビューです。優勝しました国見高校池田監督です。おめでとうございます。ありがとうございました。序盤大きくリードをして、その後じわりじわり追い上げられた、どんな気持ちでベンチで見てました？いやー、もうハラハラドキドキでしたね。早い時期に点を取って本当良かったと思います。オンゴールも助かりましたしですね、はい、ベンチからしきりに大きくプレーをしなさいという指示出してたようですけれども、はいはい、いつも小さいことやって、それでカウンター食らって追い込まれるっていうのがよくある、今日はパターンが多かったもんですから、もう総監督もしきりにそう大きく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 と言われてましたですね、はい、この夏を振り返ってみますとね、高校総体で準優勝、その後この大会でも序盤 PK 戦 PK 戦苦しい大会が続きましたよね、はい、本当1回戦2回戦はどうなることかと思いました。本当今優勝したのがこう本当ラッキーだったと思います。これから年末に向けて天皇杯というまた一つ目標もできましたし、忙しくなりそうですね。いや、もう最終的にはもう選手権目指してまた頑張りたいと思います。おめでとうございました。どうもありがとうございました。続きまして園田キャプテンです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大きくリードした後どうでしょう、ピッチの中で少し疲れましたか？いや、そういうわけではないんですけど、もう大差で点が開いたということでちょっと甘さが出たというのがあります。はい、暑さはありました？暑さはもう慣れてるんで大丈夫でした。
高校総体が準優勝だったんですけれども、この大会どんな気持ちで臨んだんですか？準優勝ということで優勝というタイトル取れなかったんで、今回の大会は絶対に優勝取ろうと思ってみんなで一丸となって頑張りました。最後もよく踏ん張りましたね。そうですね、でもまだ失点があるんで、そこをちょっと今度からまた課題にして次頑張りたいと思います。次の目標はやはり選手権ということになりますか？そうですね、はい、また選手権に向けて優勝を狙って頑張りたいと思います。帝京高校とのまたライバル対決もあると思うんですが。そうですね、その時はまたもう一回対戦した時はもうインターハイのようにはいかない優勝になって頑張ってください。ありがとうございました。インタビューは以上です。鈴木アナウンサーのインタビューでした。この放送の解説は日本サッカー協会技術委員の田島光三さんです。田島さん、はい、暑さには慣れているという話がありましたね。そうですね、鍛えられてますからね。さあ、それでは得点シーンを振り返りましょう。まず後半17分です。国見高校の4点目、大きな追加点ということになりました。なかなか点取れない中でね、非常にいい崩し、いい攻撃からの点だったんで、まあ、この点数で決定付けたと言ってもいいと思いますね。左から斜めに入ってくるドリブルから右のアウトサイドの渡辺の正確なクロスボールがあって、最後は砂田。その前本当崩しが見事でしたね。4対0とリードされた星稜高校、このマイナスのパスにこの受け方、そしてこのシュート、うん、星稜高校10番の田中もその個人の実力を見せました、ね、この前のサイドチェンジも良くて、そこからサイドを崩して、その中でのこの点数ですからね、この星稜らしい点数でしたね。これで4対1、点差は3点ということになりまして、後半33分にさらに星稜はサイドチェンジから、ここは時間もスペースもありまして、遠いサイドの作田のこのヘディングシュート、素晴らしい攻撃でしたね。落ち着いてヘディングシュート決めましたね、作田。本当に国見高校のプレスをかいくぐって相手がタッチすることできずにシュートまで行った、うん、そんな印象がありましたよね。いいつないからの得点でしたから、星稜らしさが見えたところでしたね。この後表彰式に移っていきます。ただいまより高円宮杯第13回。さあ、改めて、はい、この全日本ユースの決勝戦振り返ってみて、田島さんはこの年代でできていること、そしてこれから課題とすべきことを挙げるとするとどんなことでしょうか？はい、そうですね、45分という、 こう慣れない時間帯の中での試合で、それがちょっとこの結果には大きく影響したとは思うんですけれども、だんだんこういう長い試合にも慣れなきゃいけないと思いますし、厳しいボールを奪い合う局面での競り合いやってほしいと思いますね。今日の放送席の解説は日本サッカー協会技術員の田島光三さんでした。田島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後17歳以下、そして20歳以下の代表が戦う9月10月ということになります。この後引き続き世界車椅子バスケットボール選手権男子決勝の模様をお伝えすることになります。国立競技場から世界ユース選手権決勝の模様をお伝えしました。全日本ユース選手権の模様をお伝え